鶴ヶ峰駅は神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰2丁目にある相模鉄道本線の駅である。駅番号は SO09。開業初期より各駅停車のみが停車する駅であったが、近年では各駅停車に加えて快速、通勤特急、通勤急行の停車駅となっている。当駅は様々なメディア、資料にて鶴ヶ峰駅と表記されることもある。 駅名の由来となった鶴ヶ峰での表記揺れと同様である。なお、駅名看板や駅舎の表記は視認性やデザイン性を重視し、大文字の毛を9割程度に縮小したものを使用している。相対式ホーム2面2線を持つ地上駅で京上駅舎を有する。改札口は一つだけ。上下線ホームそれぞれにトイレと待合室がある。 南口の再開発とともに、駅舎のバリアフリー設備対応工事により、エレベーターと階段部にエスカレーターが設置され、同時に再開発ビルへの連絡通路と、店舗設置部分の増設工事も施行された。2021年度中、ホームドア設置予定。売店、U ちょ ATM、ファミリーマートが存在する。 1>, 1日あたり、乗車人員の推移2019年度の1日平均乗降人員は57,068万人で、ある。急交通会期の中では、最も多い。近年の1日平均乗降、乗車人員推移は、下記の通り。心と鶴ヶ峰横浜市旭区の行政機関が、集中しており、隣接駅の二股川駅周辺ともに横浜市、及び、 朝日区における主要な生活拠点に位置づけられている。駅南口地区では、横浜市が中心となり、夢は、まあ、2010計画という位置づけで、マンションを中心とした29階建ての再開発ビルが建設された。ビルの商業テナント部分は、こころっと、鶴ヶ峰という名称で2007年9月6日に、開業、ビルの2階と駅舎部が直結する構造となっている。また、 当駅は、高梨乳業本社、横浜工場の最寄り駅でもある。神奈川大学付属中、高等学校や神奈川県立ほどがや高等学校、等の最寄り駅として指定されているため、通学の利用も多い。北口と南口を車両で往来する方法としては、主に駅棒にある踏切を渡るしかなく、鉄道の往来が多くなると遮断時間が長くなり、開かずの踏切となる。 これを解消するため、連続立体交差事業の予定がある。大型バスターミナルや国道16号線がある。周辺道路は全て片側1車線であり、タクシーが駅舎近傍まで乗り入れる。踏切の影響もあって、慢性的な渋滞がある。片平川の傍らには、片平川浸水力道がある。駅開業当初から多くの小売商店が集まり、金融。 医療機関も複数種類がある。駅舎から2回連絡通路で直結する、ココロッと鶴ヶ峰が開業し、医療機関、保育園、スーパーマーケット、ファミリーレストラン、レンタル CD ショップ、携帯電話ショップ等が集合した。最寄りの停留所は、鶴ヶ峰駅、鶴ヶ峰駅北口、鶴ヶ峰駅南口の3カ所があり、横浜市交通局、神奈川中央交通、 相鉄バスが運行する下記の路線バスが乗り入れている。ほとんどのバス路線は国道16号と橋梁で結ばれているバスターミナルを経由あるいは奇襲点としているが市営バス75系統のみ鶴上野駅南口停留所が奇襲点となりバスターミナルには乗り入れない。相鉄バス浜16朝日1系統はバスターミナルを出ると鶴上野駅北口停留所。 鶴ヶ峰駅南口停留場の順に経由する。バスターミナルは一般車両及びタクシー等の進入は禁止されている。橋梁は歩道も整備されているので国道16号方面から鶴ヶ峰駅への徒歩アクセスの一つとなっている。駅から北西方向に約200メートル離れた鶴ヶ峰バスターミナルを発着する。水道道を駅から約三百メートル行くと 鶴ヶ峰駅前郵便局の向かい及び鶴ヶ峰パーキング内にある。水道道を挟んで、心ろっと鶴ヶ峰横及びファミリーマート前にある。旧バスターミナル鶴ヶ峰駅北口と旭区役所の中間地点に存在したバスターミナルで利用客増加に伴う周辺道路の混雑と発着路線増加に伴い、現在のバス専用ターミナルへ移転した。 跡地は現在駐車場に整備されており、駐車場内に一部路線の鶴ヶ峰駅、北口バス停として残されている。駅所在地の地名、鶴ヶ峰から。なお、鎌倉時代の歴史書、東鏡に登場する鶴峰は、この地域のことである。記事本文の出展利用状況の出展。ありがとうございます。